富山県南砺市の寺で米俵を持ち上げてポーズを決める盤持ち大会が行われました。頑張れ。この盤持ちは米俵を担ぎ上げれば一人前の男として認められる儀式の一つとして、この地区で300年前から続く伝統行事です。今日も子どもから大人まで力自慢が会場の寺に集まり、次々と米俵を上げていきました。5歳以下は5キロ、小学生以下は10キロを持ち上げます。小さな子どもがフラフラになりながら大きな米俵を持ち上げ、片手をピーンと伸ばすお決まりのポーズを決めると、見物客から大きな拍手が送られていました。